善光寺の境内に人気セレクトショップビームスが明日オープンします。信州の伝統工芸品とのコラボなど限定商品は30種類以上あります。ためまた願わくはビームスジャパン善光寺事業繁栄祈願のため並びに山門を抜けた先にあるこちらの需要品所では明日からビームスがオープンします。信州の新緑をイメージした深緑のサコッシュやポーチ、善光寺とプリントされています。こちらは木曽地域周辺の伝統工芸品木曽漆器の箸や爪楊枝、さらに飯田市の老舗メーカーが手掛けた水引きのキーホルダーなど、どれも信州ならではが詰まった商品。県内5つの企業とコラボレーションしています。本当長野県北から南まで各地域の個性が反映されたということで驚きました。ビームスジャパンが地域の魅力をその地域から発信するというコンセプトの事業で出展しました。善光寺は全国で5カ所目です。善光寺では過去に2回境内などで期間限定ショップが開かれてきました。評判が良かったことから常設で出展することになりました。長野といえば善光寺でしょう。ビームスのコンセプトがですね、その善光寺に向いてると。オープンは明日ですが参拝客は気になるようで。オープンなんですか。この善光寺って入ってますし、ね、みんなでこう揃えてペアで聞きたいねっていう話をしていました。店内には日本らしい雑貨130以上が並びます。ビームスジャパン善光寺は明日午前9時にオープンします。